ここよ。目撃者の話によると、オロルンはここでファデュイの兵士と話してたんですって。どこまで信じてくれるかわからないけど、オロルンはいい子なのよ。ファデュイと関わるようなことするはずないの。きっとファデュイに脅されてたか、情報を聞き出されてたところを目撃されちゃったのよ。でも争った形跡もないし、きっと信じてもらえないでしょうね。はぁ、こいつナタでは人望があるってキイニチが言ってたよな。こんな風に思い悩む一面もあるんだな。オロルン？あの子は道端に捨てられてたのよ。部族の人たちがあの子を拾ってきて、みんなで一緒に育てたの。名園の主でいろんなことを勉強して、大きくなってからは一人で離れて暮らすようになったわ。野菜を栽培したり、粘素ミツムシを飼育したりして、自給自足で生きてるの。はぁ、友達づてにいつも野菜を送り届けてくれるんだから、本当にいい子なのよ。まあいいわ。とにかく探しましょう。人を見つければ手がかりも手に入るはずよ。オロルンはミツムシを飼ってるけど、あの子たちは刺激を受けると特殊な粘素を分泌するの。その痕跡を追えばオロルンを見つけられるかもしれない。痕跡をたどってみましょう。え、痕跡ってどこにあるんだ？オイラには見えないぞ。ああ、そっか。君たちの目はそういうものに敏感じゃないのね。さあ、手を出して。で、私の感覚を一時的に分け与えたの。しばらくの間、君たちにも粘素が見えるようになるわ。そんなのって誰かに与えられるものなのか？初めて聞いたぞ。珍しい不術で普通の人には使えないけど、私はよく使ってるから心配しないで。おちびちゃんの感知力は弱めだけど、旅人はちょっと強いのね。さっき君の手を握ってみたけど、君は粘素との相性が良さそうよ。才能があるって言えばいいのかしら。とにかく次はオロルンの行方を探してみましょう。二人とも頑張ってちょうだい。こっちだ。この方向で合ってそうだぞ。ひひ、シトラリはわけのわからないことばっかり言うけど、やっぱりすごいんだな。なんですって？お、褒めて言うんだぞ。すごい。はあ、わけのわからないことって何よ。わかりやすいように説明してるつもりだけど、年はいってても頑張ってナウい言葉を使ってるのよ。え、もしかして流行りの言葉じゃなかったの？今時の若者が好むような話し方を心がけてたのに。でもさっきのこの子たちの表情から見ると、まさか私って全然時代についていけてないの？え？この声はシトラリか？
そういえば、今回は手伝ってもらえてよかった。みんなと一緒に動いた方がいい時だってあるものね。何？その目。自信満々ね。なんだかうまくいきそうな気がするわ。としての経験から見た感じじゃ、やっぱり誰かここに留まってたみたいだな。ちょっと待って、ここの年層ちょっとおかしい。見てみましょう。は、何かのマークみたいだな。すごく小さいけど、これは名園の主の人が使う助けを求めるサインなの。わかるのは私たち部族のものだけ。あの子、やっぱり脅されてたのよ。早く見つけないと。こんなに小さいマーク、気づかれないようにしたのね。やっぱり、ファデューに監禁されてるに違いないわ。正面からぶつかることになるなら、全力で戦う。でも、もしオロルンもそこにいたらどうしましょう。あの子は可愛い孫みたいなものなんだもの。巻き込めない。ああ、ダメね。落ち着かなきゃ。その痕跡が複雑になってきてるわ。匂いが入り混じってる。炎、雷、それから他の元素も。キーニチはお前のことすごいやつだって言ってたぞ。何か分かったのか？はぁ、あ、キーニチったら、やっと素直に褒めてくれたのね。争った形跡を。現場の痕跡から見ると、おそらく、ここで戦いがあったんでしょうね。でもその後、粘素も元素の匂いも、別々の方向へと消えていった。オロルンは助けを求めるサインを残してたんだよな。あ、もしかしたら、ここでもサインを残そうとして、ファデュイにバレちゃったんじゃないか？別々の方向に向かったのなら、私たちも二手に分かれましょう。私はこっちに進むから、そっちをお願い。また後で合流しましょう。ホロル、一体何してるの？私だけじゃなくて、みんなに心配をかけるなんて、ほんといけない子ね。あいつ言っちゃったぞ。旅人、お前も聞こえてたよな。シトラリがいなくなったら声も消えた。心の中であいつの名前を呼んでみたけど、何の反応もなかったぞ。な、オイラもてっきり会話できるのかと思ったんだけど、こっちにはあいつの心の声が聞こえて、
向こうもオイラたちの心の声が聞こえるってな。この不術はよく使ってるって言ってたし、過去に失敗したこともなさそうだけどな。もしかしたらオイラたちが特殊だから副作用みたいなのが出てきちゃったのか。あいつの心の声にぎやかだよな。思ってたのと全然違うぞ。手がかりが見つかったのか？え？オーロルンがどっちに向かったのか、もうわからないってことか？急に何もなくなった。足跡とかも全然ないぞ。おかしいな。生身の人間が急に消えるわけないし、ファデュイもいたはずなのに。まさか、空を飛んでいったわけじゃないよな。どうやら君には地下からの風の音が聞こえるようだな。悪いが、動かないでくれ。傷つけたくないんだ。危険を察知した瞬間、体が固まった。まるで野生動物のようだな。初対面がこんな形になって、本当にすまない。君は戦いが得意だから、他の場所であれば僕はなすすべもなかっただろう。しかし君は今、名園の主の者たちがよく知っている領域、八神の国にいる。こんにちは、旅人。僕が君の探しているオロルンだ。ああ、脱出。やはりそう思っていたか。ばあちゃんもきっと、ファデュイに脅されていると言ったんだろう。煙に包まれた偽りのサインを見た君は、嘘を追ってここに来た。あの痕跡は君をここまで誘導するためのものだ。だが騙したのは本意じゃない。これは、君ともう一人の友人を会わせるための一番手っ取り早い方法だったんだ。来たな、異教の旅人。丁重に対応してくれ。旅人の魂はこちらの制御下にあるが、かなり脆くなっている。慎重に扱わないと。お前を誘い出すためにオロルンには罠を仕掛けてもらった。そして名園の主の儀式でお前の魂を八神の国に連れてきたのだ。同僚が世話になったそうだな。お前のことはいろいろと耳にしている。こんな状況だが、俺はこの先お前と正式に話をしたいと思っている。その時になれば
こんなことをした理由とマービカを疑う理由を説明しよう。とにかく当たり前のように奴の計画に乗るべきではない。詳しく知りたければ競技場の東を探すがいい。これ以上トラブルを起こすのは本意ではない。誰にも知られずに来てくれ。現実世界でもいずれ会うことになるだろう。その時はどうか話を合わせてくれ。ばあちゃんを巻き込まないために。座り込んでるの？本当に大丈夫？ストラリー、こいつぼーっとしてると思ったら急に倒れちゃったんだ。まさか八神の国から持ってきちゃった残留物と関係してる？どこか具合の悪いところはない？ゆっくり休んでなさい。慌てなくていいから。具合が悪いって知ってたら無理してお願いしなかったのに。具合が悪いなら言ってくれよ。何かに取り憑かれてるのかもしれないし。ストラリがいるからまた見てもらえるぞ。いつも旅をしてるなら無理は禁物ってわかるはずよね。何か頼みがあれば遠慮なく言って。とにかくもう少し休んだ方がいいわ。はぁ、ほんと不用心な子なんだから。楽になったか？じゃあ次の準備をしましょう。さっき粘素の痕跡をたどってある拠点にたどり着いたんだけど、周りに兵士がいたの。オロルンが中にいる可能性が高いわ。それってこの近くか？早速行こうぜ。君は私の助っ人で、私たちは風と雲みたいな関係よ。君の調子が悪いと私もうまく動けないの。お詫びなんていいからしっかり働いてちょうだい。誰かいるみたいだぞ。オロルンよ。やっぱりファドゥに捕まってたのね。おお、待ってろ、オイラたちが助けてやるぜ。おい、何ぼーっとしてんだ。仕事は終わったのか？太陽がない。なんだと？太陽がないときは真実が見えない。君が日差しを遮ってるんだ。ちょっとどいてくれ。あ、何意味不明なこと言ってやがんだ。絶対に懲らしめてあげるから。
シトラリのやつ、必死で怒ってないふりをしてるみたいだ。ふん、準備はいい？目に物見せてやるわよ。3、2、1。まだ抵抗する気？君、空気が読めないのね。くらえ！ちょっと離れてください。ダブダブサメくんアタック！いいご覧だ。加速するよ。出発！すぐに終わらせる。ヤン！ばあちゃん。シトラリがグラスバーバだってことは知ってるけど、実際にばあちゃんって呼ばれるのってやっぱり違和感があるよな。こんにちは、ばあちゃん。なんだって？ばあちゃんだ。違うのか？君はばあちゃんの友人で同世代みたいだから、ばあちゃんだろ？そんな理屈じゃないって何度も言ってるでしょ。ばあちゃんと同じ世代の人はたくさんいるけど、見かけるたびにばあちゃんやじいちゃんなんて呼んじゃダメよ。待てよ、こいつまさか子供なのか？こんな顔してるけど実はまだ10歳も行ってなかったりして。その言葉はトゲのあるつる草のように深く刺さるな。セットを使わないと取り出せないぐらいに。傷ついてないでオイラの質問に答えろよ。僕は大人だ。でも感謝の心を忘れないようにとばあちゃんに言われているんだ。名園の主のみんなには育ててもらった恩がある。みんな僕の家族だ。ああ。ひひ。じゃあお前は誰よりも年下で若造の下っ端ってことだな。オロルン、そんな話をすれば叱られないとでも思ったの？三つのものには気をつけるようにって小さい頃からずっと言ってるでしょ。ああ、獣、詐欺師、どこの馬の骨とも知れない人。ちゃんと覚えてるのにどうして守れないの？一人暮らしの時点でトラブルに遭う確率はただでさえ高いのよ。なのによりによってこんな大きなトラブルに巻き込まれるなんて。捕まっちゃったらもう誰かに助けてもらうしかないのよ。私たちが駆けつけてこなかったら死んでたかもしれないのに。ごめんばあちゃん、次から気をつけるよ。次ですって？こんな危ないこと次なんてあってたまるもんですか。怪我させられたりしてない？いや、ナタの地形についていろいろと聞かれて地脈の分布図を書くよう言われただけだ。正直に答えてちょうだい。エンジン様の前から隊長を逃がした謎の人物はオロルンなのね。ああ。どうしてそんなことしたのよ。それは
僕の協力が必要だと言われた。もし断ったら、ばあちゃんを探し出して何らかの方法で痛めつけてやるとも。ふん、ばあちゃんはただものじゃないの。そんなことできるわけないでしょ。この子は本当にもう、そんなデタラメを信じるなんて、その頭に詰まってるのはただの飾り。幸い円陣様は名園の主の謎の人物を探せとしか言ってなくて、君の名前は出てない。でもだからって円陣様が何にも知らないだなんて思わないで。たとえ予想していた真実が訪れようとも、慌てる必要はない。教えた言葉忘れちゃったの？ごめん。もういいわ。倒したファデュイと拠点の状況が証拠になるから、これで君の無実は証明できるでしょう。さあ片付けて帰りましょう。オロルン、今回のことを教訓にしてちゃんと反省するのよ。それから町に戻ったら私と一緒に談義室行きよ。ことの経緯を説明するの。わかった。野菜を持って行こうか。野菜？ああ、野菜をたくさん育ててるんだ。新鮮だぞ。変人様、お嫌いなものがないといいんだが。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。変人様に会ったらまずはこう言うの。三つのものには気をつける。違うでしょ。まずはファデュイと結託なんかしてないって弁明するの。名園の主の教育は一体どうなってるんだよ。わかった。